ようやく礼を言います。お主アシナイ、私何故助け一心ゆえに苦労さ。アシナより逃がそうと。はい、井戸族そのとただあなた苦労さ、あなたには苦労さ。参上いたしました、我が主。うむ、よく来てくれた。参りましょう。アシナを脱さねばなりませぬ。狼よ、我が血は竜、そなたもそうだな。はい、私はその時を戻せたとだがな、死不死のちぎりも人の人としての生き方を歪めてしまう。私は狼よ、それ来ませぬ。巫女様を、それが我が父。そなたは私を救うため二度か、あるいは数え切れ。巫女様をお守りするためならば、そなたを不死の永劫の任に縛りたくはないのだ、狼よ。ありがとう。不死立ちについてだが、根拠のない話ではないのだ。このアシナの城に残されていた古い記録だ。宣教の神なる竜の涙。ああ、その竜の涙というものがあれば、おそらく我が竜院を立つことができる。しかし宣教とは一体。うん、狼よ、そこにある香炉を見てくれ。とは、狼よ、そこにある香炉を見てくれ。とあるを、この香炉はかつてこの足、私とは別の竜院の巫女が暮らされて、巫女の名は、この香炉はその方にゆかりのものだ。そのお方は今は亡くなられて久しいようだ。そう言い残されたとか。つまり源の好機、それが宣教に。おそらく狼よ、いかにしてこの城には宣教にか。私は宣教不死だ。おお、あのお方ならば。狼、一心様はこの天守の外、ただその少しお加減が。入る術は屋根上に、夜鷹の衆が忍びが使う道だが、そなたならば。夜鷹の衆は、ああ、こちらの開き窓から。や、
ネズミ、いや、キルマ、名乗れ！忍びは、じゃが、その左腕、忍びギスとは懐かしい。なるほど。石腕の狼か。気に入ったぞ。ならば、セキロ、お主をそう呼ぼう。お前はな。おう、お主、な、このネズ、それ、どうじゃ。承知よ、セキ。これは、切って刺す。Yeah!
やはりよし。 これは芦名流じゃ。流派という手も、ただネズミ狩りに芦名流派ただネズ。
おう伺いた。その先じゃ褒美に行く。落ち水を礼を言うぞ。我が父忍びのなるあの国は眠ったそうは思わぬ。あなたして巫女その神不思議りなら不思議り尋常なすべ死なぬ者とは無視わしも真の像をつくそういった化け物不思議り先ただ不思議り抜けただそうつだが今生まともたどり着く足なのその奥行くか赤炉不死立ち、そして戦、関わる者の願い、迷えば、戦に行く。赤炉よ。戻りまして。おお、一心様とは会えたか。はい、不思議りならば鍵になりそう仰せで。不思議り先方寺にある死なぬ者を斬る刀とか。なるほど。御意、私の方は源どうやらタケル様が戦況に帰り見つけた手がかりについて話す。手がかりとは花だな。花とまずは武様が残す戦況にかこの芦名を。その水がどうやらそれが源の深い渓谷。なるほど。あの谷には源のみその落ち谷はい城の裏手の林を抜けた先林の奥にある白蛇の親し言葉の通りまともな道はつな巫女様その鈴平田でのことを。すまぬ、せっかく持ってきてくれた城下にそのようないわくつきのものを。エマ殿もよく尋ね。狼よ、わかりました。アレデラの仏。そういえばそこにある人の形が書いてある一心様がどういつ死の。一心で、ゲイそう、ゲイそれを落ち、あな、落ち、当然あれを調べ、わた苦労して共にそう今も私いつでくすしでは戦況に見つけた手がそう
ラッパ者を見なかったか。この辺りに何者がいたか。だが俺はしつこい足まあお主まあそころでしおめゼニガタさあ起きした墓地どこん最近しえSimple.
キリがない時に極めたか、まだセキロよ極めたか、まだ足りぬはセキロよ。
落ち